どうもこんにちは、たかひろです。今回は東京ディズニーリゾートで今現在食べられるチュロスを全て食べて紹介していきたいと思います。チュロスといえばもう誰もが知ってるディズニーの定番フードですが、種類がいくつかあり、ランドとシーでも販売しているものが異なったりするので、実際にお店に行って食べて紹介していきます。この動画内で現在販売中の全てのチュロス、そしてその金額、販売店舗、味を一つずつ紹介していき、そしてせっかくなので、あくまで個人の意見ですが、最後に勝手にランキングをつけたいと思います。意外と分かりづらいレストランで販売されているものもあったりするので、今後パークへ行かれる方、チュロスを食べたいと思っている方は参考の一つにしていただけたらと思います。今回もぜひ最後まで見ていってください。それではディズニーランドの方から紹介していきたいと思います。まず最初はこちらのトゥモローランドテラスにやってきました。こちらでいただくのはミッキーチュロスシナモン400円です。最もシンプルなチュロスで、今販売されているチュロスの中で唯一ミッキーの形になってます。王道すぎて自分もしばらく食べておらず、今回久々に食べたのですが、めちゃくちゃ美味しかったです。もうこれでもかってくらい砂糖がまぶしてあり、食べるとなんかもうジャリジャリします。皆さんもご存知の味かと思いますが、本当に美味しいです。期間限定のものや最新のチュロスばかり食べていたのですが、やっぱり王道のシナモンがもう美味しすぎて今回びっくりしました。最もプレーンなチュロスなので、販売店舗も多く、ディズニーランドではザ・ガゼーボとペコスビルカフェで購入することも可能です。それぞれ営業時間も異なるのでご注意ください。そしてディズニーシーでも販売されており、シーではパスタやピザなどが食べられるレストラン、ザンビーニブラザーズリストランテで購入することが可能です。レストランで販売されているチュロスが意外と見つけにくかったりするので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。続いてやってきたのはル・フーズです。こちらは新エリアニューファンタジーランドの美女と野獣エリアにある小さなお店で、チュロスのみを扱ってます。こちらでいただくのはル・フーズチュロスアップルキャラメル450円です。もうこのチュロスは好きすぎて、最近もおすすめお手軽フード動画で紹介させていただいたかと思うのですが、今回また食べてきました。このチュロスはもうとにかくアップルとキャラメルの風味のバランスが本当にいいです。一口目はアップル感が弱くて物足りないかなと思うのですが、食べ進めるとちょうどよく口の中がリンゴの風味で広がり、その中でキャラメルの甘さも感じることができて、なんか変に人工的な刺激的な甘さが強すぎないのがいいです。こちらのチュロスは今回購入したル・フーズの隣のラ・タベルヌ・ド・ガストンというレストランでも購入することができるので、ぜひお好きな方で食べてみてください。ただル・フーズの方がこのチュロスのみの販売なので、並んでいても回転が早いかなと思います。なんかこんな感じで並んでいる時に注文数をキャストさんに聞かれるので、すぐに購入ができます。それではここからはディズニーシーで購入できるチュロスを紹介していきます。まず最初に紹介するのはアラビアンコーストにあるこちらのオープンセサミです。こちらでいただくのはチュロスフォンダンショコラ風500円です。このチュロスは東京ディズニーシー20周年記念で販売されているもので、今回紹介するチュロスの中で唯一販売終了時期が定められています。今年2022年9月3日までの販売になりますのでご注意ください。チョコレート風味のチュロスの中にさらにチョコレートソースが入っており、周りの青い粉はオレンジの風味を感じる砂糖になってます。通常のチュロスよりも長さは短く、太さは少しだけ太いかなと思います。そして味は正直結構複雑な味がして、特別美味しいという感じではないです。フォンダンショコラ風って聞くと、もうすごく美味しそうな名前なのですが、中のチョコレートソースの量が結構少なく、かつ周りのオレンジの砂糖が結構強くて、フォンダンショコラ感を薄めてしまってる感じがしました。チュロスとして美味しくないというわけではないのですが、フォンダンショコラだと思って食べると微妙な気持ちが勝ってしまいます。ただこのチュロスを美味しいと言ってる方も知り合いにいたので、本当に好き嫌いがすごく分かれる味なんじゃないかなと思います。
気になった方はぜひ食べてみてください。その他の販売店舗は2022年2月現在はハドソンリバーハーベストとサルタンズオアシスでも購入することが可能です。ただ割と頻繁に販売店舗がコロコロ変わるのでご注意ください。今回紹介したオープンセサミはずっと固定で販売されているので確実かなと思います。続いてやってきたのはベイサイドテイクアウトです。こちらでいただくのはニモ&フレンズチュロス450円です。ファインディングニモのアトラクションのすぐそばなのでニモをモチーフにした仕様のチュロスになってます。見た目のインパクトが結構強烈ですが味もとても美味しいです。オレンジのフレーバーに生地自体もオレンジ色で結構しっかりオレンジの味がします。白い部分は通常の砂糖が多めにかかっている状態なのでこの部分は特に甘いです。オレンジの香りが結構強いのでもしかしたら好き嫌いは分かれるかもしれませんが自分は結構好きでよくリピートしてます。ずっと販売停止していたので今回久々に食べられて大満足でした。見た目も可愛くて味も美味しい、かなりおすすめのチュロスです。ぜひ食べてみてください。続いてやってきたのはリフレッシュメントステーションです。こちらでいただくのはデミグラスチュロスポテト500円です。このチュロスは今回紹介するチュロスの中で唯一のしょっぱい系のチュロスです。自分は一度だけ食べたことあったのですが結構前なので今回かなり久々に食べました。実際に食べてみてすごく美味しかったです。まずサイズは通常のチュロスよりも短めで温かくなってます。チュロス自体はポテトの味がして食感がもちもちしてます。中には熱々のデミグラスソースが入っていてこのソースがちょっと気のせいかもしれないんですが初めて食べた時よりも多く入ってる気がしてとても美味しく感じました。以前は物足りなさがあったのですが今回はしっかりとデミグラスの味も感じられてもちもちの生地にも合っていてとても美味しかったです。ただ生地も中身も通常のチュロスとは全く異なるので別物だと思って食べることをおすすめします。なんかチュロスと見た目が一緒の別の食べ物になります。今の寒い時期にとてもおすすめなのでぜひ食べてみてください。また2月現在はここは営業時間が3時間とかなり短いのでご注意ください。ということで現在東京ディズニーリゾートで食べられるチュロスを全種類食べてきました。ここからさらにまとめると現在ディズニーランドで食べられるチュロスの種類は2種類となっていてランドのみでしか食べられないチュロスは1種類になります。販売店舗は全部で5箇所になります。そして現在ディズニーシーで食べられるチュロスの種類は4種類となっていてシーのみでしか食べられないチュロスは3種類になります。販売店舗は全部で5箇所になります。こうやってみるとチュロスが販売している店舗はそれぞれともに5箇所なのですが種類は C の方が4種類と少し多くなってます。なのでいろんなチュロスを楽しみたい方は今は C の方がおすすめです。ただ結構頻繁に販売店舗や種類は入れ替わったりするので当日行かれる際にも再度ご確認をお願いします。昨年11月あたりまでストロベリーのチュロスがランドのトゥモローランドテラスで販売されたりもしていました。まあ、状況も状況なので販売されている種類はちょっと少なめですが現状は今回紹介したものが全てになります。一応今回食べたチュロスの中で独断と偏見で勝手にランキングをつけてみました。こんな感じになります。まあ、これはもう本当にあくまで僕自身の好みなので皆さんがどれを食べようかも本当に迷った時に、まあ、これを参考に選んでいただけたらと思います。どれも美味しいのでぜひランキングにとらわれず気になったものを食べてみてください。また余談ですがホテルミラコスタのベッラビスタラウンジというレストランの朝食ビュッフェでチュロスプディングというメニューが食べられます。こちらもとてもおすすめなのでもし行かれた方はぜひ食べてみてください。今回も皆さんの好きなチュロスを過去に販売されていたフレーバーでもいいのでコメントでたくさん教えていただけたら嬉しいです。ということで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。そしてツイッターやインスタグラムもやってますのでこちらもフォローをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。